ートで行こう。バッチリ準備しておいたから。引っ張らないでください。そうだ、トトリちゃん、私がいない間。はい。クーちゃんってば勝手に。すごい汚かったでしょう。そんな、思ってたよりは汚くなかったですよ。それって、もっと汚いって思ってたってこと？違うんです、そういう意味じゃなくて。やってみましょう。やろうやろう。トトリ
とりあえず中和剤をいくつかって思ってたんですけど。中和剤だね。じゃあ、あ、はい。ぐる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 。できた。すごい、あっという間にできちゃった。何って、中和剤じゃないね。どう見ても、はい、どう見てもパイです。パイ、中和剤のパイだから中和パイだね。いや、そういうことじゃなくて、なんでパイができちゃったんですか？なんでだろう。材料間違えちゃったかな。お腹空いてたから、ついうっかり。いくらなんでもうっかりしすぎですよ。ごめん、ごめんなさい。次は、いいですけど。よーし、それじゃあ気を取り直して。お薬ですね。今度は絶対失敗しないように、一番基本的なのにしよう。だから、これと、それじゃあ行くよ。せーの、ぐる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 。先生、あははは、またパイができちゃったね。名付けてお薬パイ。食べたらど治っちゃうじゃないです。もうどうしてパイになっちゃうんですか？なんでだろう。私とトトリちゃんが一緒に調合したら何でもパイにできちゃうっていう。パイができたらダメなんです。もう先生は邪魔だから手伝う。